対バガブーズ3回戦、徳地は内野から野手を締め出し、ジョンソンとの力勝負に圧勝。いやー、驚いたぜ。はい、出口お前、特殊の暴走止めもしないで、あんなの結果オーライだぞ。バカ野郎、俺だって止めたかったさ。でも特殊は絶対勝つって言うから。あの時やつは絶対に勝てなかった。筋肉ってやつは消耗するからな。筋肉消耗？実は白岡も最初からそれをほのめかしてたんだよ。ジョンソンは累換世界最速だってね。ああ、その累換世界最速の男はなぜ世界最速の男になり得なかったか。その答えは世界最速の男が知ってるはず。そう思って俺は初戦の後、かつて世界最速の男と言われたジョー・ケリガンの資料を見た。ケリガンは言った。そもそも人間の下半身の筋肉には100メートルを走り切る10秒もの時間、ピークを維持する持久力など備わっていないと。ではなぜケリガンが10秒間ピークを維持できるか。それはひとえにテクニックだという。スタートして前半3分の1は加速領域。大事なことは推進力を大腿四頭筋に集中させることだという。筋肉がピークの力を出し続けるのはせいぜい6秒。それはケリガンも例外ではない。そしてその限界に近づいたら、緩やかに体を起こしながら推進力の主役を大腿筋膜張筋と内転筋に移行させ、最終的に外腹斜筋や腹直筋までも動員してトップスピードを維持。序盤これらの筋肉を温存しているため、ゴールまできっちりパワーを絞り出すことができると。ケリガンはこのフォームを獲得するまで10年もの期間を要したという。そう、ケリガンの言うことが本当なら消耗するんだ。最速の筋肉ってやつは出塁、盗塁、そして守備、ダッシュを繰り返せばその度に少しずつ、しかし確実に筋肉は消耗していく。2戦目以降はその実験さ。俺はあらゆる手段でやつを走らせた。そのタイムをトレーナーに記録させるためにな。結果は思った通り。ああ、すっげえ、本当だ。徐々にタイムが落ちてる。特にバント出塁の時は顕著だ。そりゃそうだろう。一塁までダッシュ、その後二塁、三塁へと立て続けにダッシュ。筋肉の消耗は容易に想像できる。あ、だから最後は走らせたのか。ああ、ジョンソンをデッドボールで出した後、煽るように盗塁させた。奴の筋肉を消耗させるためにな。すごい。なんてやつだ、特徴は。やることなすこと、すべてに抜かりがない。しかし、つくづく感心するよ、お前には。これで他球団のジョンソンへの脅威はかなり払拭されただろう。だがお前だからできたこと、波のピッチャーには。だったら残るもう一つの必勝の策を打つまでさ。もう一つも？ああ、俺がやったようなややこしいやつじゃねえ。もっとシンプルなやり方があるじゃねえか。何なんだそれって。何って、わかんねえの？ああ、あんた本気で勝負ってもんと向かい合ってるのか。ん？ああ、呆れる。ぬるい、実にぬるいね。そんなぬるいんじゃペナントも取れねえよ。本拠地埼玉でのフィンガーズとの2連戦は雨で流れた。小島は球場に残り、バガブーズと次の対戦相手であるブルーマーズとの試合をテレビで見ていた。うわぁ、痛い。なめてんのか、貴様。どういうことだ。俺からの指示を再三無視して。でも勝ったじゃないですか、結局。おお、自分の采配で勝ったとでも思っているのか。
今後も俺の指示に従わないつもりか。もしそれがチームのためになるのなら。チームのために？はっ、面白い。そんなに自信があるなら一つ俺と勝負しようじゃないか。次のブルーマーズ3連戦俺は一切指示しない。お前の好きなように采配しろ。いいんですか？だがもし負け越したらペナルティとして年俸 50% カット。そしてこれまで通り俺の指示に従うこと。3対2ブルーマーズ1点リードですが、7回バガブーズノーアウト1・3塁、絶好のチャンス。そして代走はジョンソン。白岡監督、勝負に出ました。どこ行くんだ？飲み物買ってくる。ジョンソンだぞ、いいのか？興味ねえよ。今ジョンソンが。ジョンソン同点のホームスチールを決めましたが、クロスプレーの際ジョンソンとキャッチャー双方が負傷するというアクシデントが起きました。ただいまのリプレイです。うまいなこのキャッチャー。え？相手の太ももに全体重を乗せタッチしたと見せかけて跳ね上がる膝下をひねって怪我させてる。その後の批判をかわすため自分も負傷したふりをする。完璧だ。そうか、これか。お前が言っていたもう一つの必勝の策ってのは。足のみで脅威となりうる敵ならばその足を潰せばいい。それだけのことさ。こんなチームがあったとはな。捨てたもんじゃねえじゃんこのリーグも。俺はこれを待ってたのさ。こういうゾクゾクする戦いよね。簡単だろ。ジョンソンはやった時のようにうまくやってくれよ。ジョンソン、何のことです？隠すなよ。君のことは何でも知ってる。君がどうやってチームを強くしたかもね。脅しですか？私もあなたに関することは何でも知っている。死ぬ時はもろともですよ。はいはい、勘違いしないでくれよ。ビジネスとして話をしているんだ。無事に成功した暁には報酬として5000万。ふん。一つだけ確認させてください。本当に特地を潰していいんですね？次の対戦相手の神戸ブルーマーズはいろんな面でうちと似ている。まず観客動員力があり本拠地のファンは熱狂的だ。へえ、特地がミーティングに参加してら雪降るんじゃねえか。そしてもう一つの共通点が動員力の割に強くない。あれごっちゃらい。そう言われたのも3年前までだ。ブルーマーズは現オーナー就任に伴う大規模な球団改革で一変した。改革の第一弾はメジャー並みの本格天然芝球場神戸マーズスタジアムの建設。フィールドの広さ、手入れされた芝生、スタンドの広い椅子、施設全てが世界に誇れるスタジアムだ。続いて行われたのが球界の宝、天童監督の招聘。言わずと知れた世界の本塁打王、通算877本塁打、17度の本塁打王、これはメジャーにも並ぶものがない不滅の記録だ。そして3番目の改革、若い外国人選手の大量補充。ドミニカに設立したベースボールアカデミーで養成した才能ある選手を大量に日本に連れてきてベースボールではなく野球のエキスパートとして育てる。放送に勝ち残った者のみにメジャー並みの年俸が与えられるとあって、どの選手も必死だ。そしてこの試みによってチームを担う2人がのし上がった野手のペドロ・ロドリゴと
投手のスコット・ウィリアムスだ。ロドリゴはマリナーズの主砲ブロックリンも上回るパワーを持っていながら、変化球を極端に苦手としたため、向こうでは鳴かず飛ばず。そんな彼を救ったのが天童監督だ。難しく考えるな。変化球が打てないなら捨てればいいだけさ。それだけだ、ロドリゴ。そう、彼は変化球を捨てる技術を覚えたのだ。そして今やリーグを代表するホームランバッターにまで成長した。スコット・ウィリアムスはブルーマーズのリリーフエースだ。彼の武器は何といってもこれ。ストライク。なんだ今の。ナックルだ。ナックルは人差し指、中指、薬指の先をボールに引っ掛け弾き出すように投げる変化球で、極端に回転が少なく左右に揺れながら落ちるボールである。そんなにすげえのかこのボール。バーカ、すごいなんてもんじゃねえよ。見ただろ今、球が揺れるんだぜ。こんな風にフラーっと。ナックルだと分かっててもバットにかすらせることすらできないんだ。ほう、彼らの活躍もあり3年前最下位だったが、一昨年いきなりに、続いて昨年も2位になり、今や打倒マリナーズの最右翼と呼ばれるまでになったのだ。特にホームでは凄まじく強い。昨年の勝率は5割6分2厘だが、ホームでは7割7分2厘。これは王者マリナーズをしのぐ成績だ。おかしいな。ってことはビジターでの勝率は5割以下ってことだろ。ホームでの最強球団がビジターで半分も勝てない、明らかに異常じゃねえか。そりゃ天然芝だからじゃねえか。ああ、リーグの6球団中5球団は人工芝だ。そうなると5球団は全日程の 90% 以上を人工芝でやるのに対し、ブルーマーズだけが 50% しかやらないことになる。必然的にブルーマーズは人工芝を苦手とし、逆に他の球団は天然芝が苦手になるってわけさ。珍しいな、こんな遅くまで。臭いよこいつら、臭くてしょうがねえ。はっきり言ってこいつらの野球はイカサマだらけだ。やはりそうか。と言ってもこの程度のビデオでは何も掴むことはできねえが、こいつらのプレー、挙動、何もかもが不自然すぎる。おそらくイカサマは恐ろしく大胆に、そして組織的に行われている。相当覚悟してかかった方がいいな。このマーズスタジアムってところは差し詰めトリックスタジアム、騙しの舞台だ。俺はそういうの全然嫌いじゃねえぜ。向こうがそう来るなら逆に騙し返してやろうじゃねえか。現在ブルーマーズのバッティング練習が行われています。おい特殊、ロドリゴだ。選手の打球の行方にはくれぐれもご注意ください。うわっ、すげえ。なんだよあの打球、ライナーでバックスクリーン直撃だ。なんちゅうパワーだ。小島さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。ブルーマーズの選手たちは試合前には必ず挨拶に来る。天童監督は現役時代から礼儀に厳しい人だったからな。だが意地悪い見方をすれば、あの礼儀正しさは不正を悟られないためのカモフラージュとも取れる。今日のワンナウツ契約レートはどうなってるんでしょう。そのままさ、ワンナウト500万、1失点5000万。はあ。今日は様子見だよ。42億を確実に消す方法を発見したんでな。え？42億を確実に消す？うん。
それは。そう、ワンナウツキ役所。なんで早く気がつかなかったかな。よく読んだらこの中にきっちり必勝の策は書かれてあったのだ。契約書に。とにかく言えることはただ一つ、三連戦後徳地は確実に俺の犬だ。そして試合が始まった。双方の先発投手とも立ち上がり制球に苦しみ、序盤から壮絶な打撃戦となった。どうだ徳地、連中の動きに何か気づいたことがあったか。こいつら打つね、やたらめったら。ああ、ロドリゴの陰に隠れがちだが、このチームのバッティングは極めてシュアーだ。ホームランこそ少ないが、ミートがうまく、ほとんど三振しない。試合はヒット数で上回るものの、あと1本が出ないブルーマーズに対し、珍しく打線が噛み合ったリカオンズが着々と得点を重ね、3回終了時点で9対2と一方的な展開となった。やったー、もらったぜこのゲーム。おい、あまり浮かれるな。奴らは何しでかすかわからんぞ。しでかす、どういうことですか。奴ら必要とあらばイカ様でもやってくるってことさ。それはいくらなんでも考えすぎっすよ。連中に限ってそんなことしませんって。あんな真面目で硬いやつらなのに。カモフラージュが結構効いてるんじゃないか。ああ。劣勢を強いられていたブルーマーズだったが、5回打った、打球は左中間真っ二つ、2者生還。ロドリゴ貴重なタイムリーツーベースヒット。その差5点。だがブルーマーズの追撃はこれで終わらなかった。いった、うわ、うそ、入った。ロドリゴの豪快なツーランでブルーマーズあっという間に3点差。マジかよ。そして8回裏、ワンアウト2、3塁でまたしても打席にロドリゴ。こうなったら苦手な変化球オンリーだ。初球は低めのカーブでカウントを取る。うそ、あー大きい。しかしこれはファールです。惜しくも左に切れるファール。危ねー、タイミング外してもあそこまで持っていくのか。一塁が空いてるんだ。スライダーを全部外に外して歩かせよう。ボール、ボール、ボール。これでワンスリー。バッテリー明らかにロドリゴとの勝負を避けています。勝負を避けて歩かせるはずだった。だが3球目までは外の変化球を意識していながら、4球目は早々と見送った。明らかに敬遠されると思い込んでいる。よし、裏を変えてインハイでストライクを取ってやれ。敬遠と思い込んでいるロドリゴにインハイの直球は対応できない。それで 2-3 にすれば、次は臭い球でも手を出さざるを得ない。こっちにも勝ち目が出てくる。よっしゃ、絶妙のインハイ。いった、これは大きい。なんで今のがミートできるわけ。同点スリーラン、ロドリゴの強打恐るべし。同点です。一時は7点も開いた得点差ですが、ブルーマーズ8回ついに追いつきました。これは面白くなってきたじゃないか。圧倒的優位に進めていたゲームを瞬く間に振り出しに戻され、リカオンズベンチは動揺していた。やばい、やばい、やばいよ。